まあ、タイミングよくそういう中で の, あの攻撃に自分が出てった時に、まあ、たまたまそういう点につながるプレーができたので、まあ、良かったかなと思いますけど、まあ、でもやっぱりまだまだポジショニングとか、まあ、ディフェンスの連携とか、まあ、そういうのも本当にまだまだ課題もいっぱいありますし、すごい、まあ、地味かもしれないけど、ものすごい難しいポジションだなっていうのは痛感してます。今年、まあ、去年終わって今年 の, その契約を結んだ時に、あ、K 君と同じ年数になるなっていうのは知ってましたし、まあ、すごい自分の中では、まあ、誇りに思えることですけど、まあ、でもやっぱりまだまだ試合数だったり、まあ、チームへの貢献度っていうのも含めてももっともっとやっぱりなんだろう、まあ、K 君と比べてもまだまだ全然自分も足りないですし、まあ、そういう、まあ、偉大なユースからプロになった選手たちを本当に追い越していけるようにもっともっとチームに貢献したいなっていう気持ちはものすごく強いです。本当に今年ほどサポーターの方たちのなんていうんですかね、声援というかそういう後押しがものすごく力に自分たちの力になってるなっていうことを、まあ、本当に痛感してますし、試合前スタジアムに入ってくるときに、まあ、ホームでもアウェーでも変わらずバスを出迎えてくれたりとか、もう本当に毎試合なんだろう、すごく感動してます。すごい感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、まあ、そういうのに応えられてないというか、まあ、チームとしてもやっぱり、まあ、本当はこういう苦しい状況じゃなくて、まあ、優勝争いとかしてる中でそういう風になっていけたら一番いいんですけれども、まあ、本当にそういう気持ちに応えたいというか、まあ、だから何としてでも残り2試合勝って残留をしたいという気持ちはものすごく強いです。本当に、重要な一戦ですし、僕らは本当にもう勝たないといけない状況なので、まあ、選手、まあ、クラブ一丸となって神戸に挑みたいと思いますし、試合終わった後にサポーターの皆さんと喜べることが一番幸せなことなので、精一杯頑張っていきたいと思います。